3馬身差3番手、5番のミラーダカリエンテが上がっていって、それから1馬身それに接近するのがスト9番のサルーポルティ、4コーナーのカーブ、さらに10番の鳳凰ガイアも迫っていって、オーストからは1番のコスノクインビュー、第4コーナーカーブ、その内には2番のステラ・マトゥティナ、4コーナーから直線へ、さあ前は広がっていますが、外から10番の鳳凰ガイアが先頭に立ちました、ババの真ん中、そして9番のサルーポルティ、地下3番コスモイシャル、さらには5番のミラーダカリエンテ、あと 150m。抜けた10番の鳳凰ガイア、2馬身のリード、2番手9番サルーポルティ、3番手は2頭接戦、鳳凰ガイアゴールイン、10番の鳳凰ガイア新馬勝ち。2頭の外は8番ドーバーブライト、3頭を徐々に差がなくなって、4コーナーのカーブに向かうところ、この3頭から3馬身ぐらい後ろ、スーッと外から7番のリアライズオーラム、4番手まで上がってきました。その後ろに5番のフクタリセゾン、1番アスコット内目と変わって直線に向かいます。4番アスクシュタイン、残り200を切ってリードを1馬身外に持ち出して、3番トリプレーテ、8番のドーバーブライトが追ってくる。この外から7番のリアライズオーラム、差し足を伸ばして3番手から2番手前を追っていますが、4番のアスクシュタイン、アスクシュタイン押し切ってゴールイン。2着は7番リアライズオーラム、そして3番手8番ドーバーブライトです。その後促してラテライト、そして一番後ろになった5番のパワーストーン、 3,4 コーナー中間から残り400を通過して、さあ第4コーナーカーブから間もなく直線コースへと向かってまいります。最内にコースを取ってアイスモンと粘り込みを図ります。そして外からはラバブル、ミストラルフェザー、差を詰めてくる。さらに外からは3番のマジカルフェアリー、内を狙って2番のギザキズラブ、さあ今度は外をついた3番のマジカルフェアリーが伸びている、マジカルフェアリーが伸びている、 2,3 番手争い、これは接戦だ。3番のマジカルフェアリーゴールイン、2着3着どうか、6番のラバブルか、あるいは1番のアイスモントか。2番手は5番レッドソニード、そして接近するのは内からは4番ルダクソンと、さあ2番手の一線へ、そして3番竹登りが3番手から2番手前に迫っていく。6番マックスキューは現在5、6番手の一線、先頭は2番西野ルプ、迫っていく3番竹登り、2番西野ルプ、3番竹登り、2頭並んで合理、3着は5番のレッドソニード、しかしわずかに2番の西野ルプか、迫った3番滝登り、前は5番の龍のヒルド、リードは2馬身ほど、2番手は8番ハイタッチマノンナ、3番手は一線から3番北の国からが3番手に上がっていった、あとは2番のクリアコーツ、大外からは4番ルチアーナ追い込んでくる、前は5番龍のヒルド、2馬身リード、3番北の国から外から4番のルチアーナ、3頭広がったが真ん中3番の北の国から、北の国から合理、そして4番ルチアーナ、3着は5番リュウノヒルドか、最後に迫った8番ハイタッチマドンナ、あとは外に出した3番のラッキーベイ、内に切り替えた5番のテオミリカン、前4頭の争い200を切りました、それから6番のアロンディ、さあ固まった中で内から4番のトップオンザキル、1番のセンツブラッド、2番のグティ、外から3番のラッキーベイ、6番アロンディ接戦ですが、最後は4番トップオンザキル、1番センツブラッドゴールイン、あとは6番のアロンディ、その後ろ3番のラッキーベイ、2番のグティ、5番のテオミリカン、あとは3番シラザック、1頭遅れた8番桜島、直線に向きました。途中から先頭に立った6番ラブアイミー、ラブアイミー外から合わせるまで5番オニマル、1番ブルーサンセット、3頭争いだ、うち6番のラブアイミーか、外から5番のオニマルか、100を切った、もう一伸び、6番ラブアイミー、ラブアイミー先頭、5番オニマル2番手、ラブアイミーだゴールイン、5番オニマル2着、1番ブルーサンセット3着、6番ラブアイミーデビュー勝ち。さあ今度は先頭1番のショーのミスツボが先頭、さらに内からもう一つ盛り返す8番のテイエム大スター、200を通過、外から4番 K.I. マハナ上がってくる、さあ先頭は今度は4番 K.I. マハナ、内で8番テイエム大スター、春の嵐が内から、外からは7番コバノーランドが突っ込んでくる、抜け方は4番 K.I. マハナ、2番手接戦、 K.I. マハナゴールイン、2番手は8番テイエム大スター残したか、内から5番の春の嵐、外は7番コバノーランド。